では、2つ目のキーワードに行きましょう。多感だった少女時代ということで、私が知り合った山田素子さんはもうすでにこういう大変ですね、よく仕切って仕切って気がついて、抜け目なくちゃっちゃちゃっちゃというのイメージなんですけれども、少女時代は割とおとなしかったそうですね。というか、小さい時本当に幼稚園時代、小学校に入る前は比較的ガキ大将に近い感じ の、 近所の子供たち束ねて川遊びに行く、はい、なんかこうザリガニ取りに行くとかっていうことを、今のイメージそうですね、に近かったのかもしれない、もしかしてこう戻ったのかもしれないですけど、まあ小学校に入った時に、まあいろんな意味なんかいろいろあったんでしょうね。こうとっても周りの子に勝てないっていうような状況が見えたりとか、もう日が見やすいんですぐポーンと落ち込んじゃって、負けん気が強いんだ、負けん気が強いって言うといいんですけども、とにかくね、そーんと落ち込んじゃったらもう何もする気しませんみたいな、まあそういう諦めの早い子でもあったんでしょうかね。まあそんなんであんまりこう人の前に出てものを喋るとか伝えるとかって嫌いじゃないとは思うけれども、なんかしたくないみたいな、なんかそんな気持ちだったように思いますね。正直私がそういう小学校以降、中学校2年生ぐらいまでの自分を思い返した時に、あんまり友達になりたいタイプの子ではなかったですね。自分をこう振り返ってみたら、批判精神だけはある物事に対してもう斜めに見ることがすごい得意でなんか変にね、そう困ったなっていう子で、まあこれちょっと是人によって全然違うからあれなんですけど、クラシックバレエをやっていて、小さい時からバレエをやっていると、まあ意外と大人の社会だったりとかするんですよね。こう芸なんて言うんでしょう、子供の頃からストイックにやっていくでしょうしね。そうですね、ストイックさもあるし、で、一見華やかに見えますけれども、結構体も酷使して痛いものですし、でしかも実力の差みたいなのも歴然と出てくる世界なんですね。でそういう自分は決してやっぱり才能はあまりいい方ではなかったんですけれども、まあそういう体型がねどうだとか、日本人なのにまあなんか西洋文化じゃないですか、バレエの場合もう足の長くて美しくてウエストも高い、ね、細くて綺麗っていう人たちが目指すのに、自分のこのちっちゃい足が短くて太くてっていう自分がやるっていうことのこのジレンマみたいのもある。なかなかその思い通りにならないっていうことに対して常にこうなんかイライラしてるというか、友達になりたいタイプの子ではなかったと思うんですね。そんな素子少女なんですけれどもね、転校生がその当時いらしてで、ちょっとこう自分の中でこうなんか人が変わったようなとか、そんなような体験もされてるんですよね。その子によって変わったというよりも、要するにその転校してきた子もどこか同じように物事をこうちょっと大人びた見方をする子だったっていう点ですごく話があったんですね。でそういう寂しいから自分を曲げて誰かに合わせて友達を作るっていうタイプの子ではなかったので、意外と孤立してるっていう風、そこまで寂しい子ではなかったんですが、親友と呼べる友人はあまりそこまでいなかったんですよね。本当に学校なんかは一人で行ってましたし、でもその転校生が、中学校1年生の時ですかね、中学校2年生の時に彼女が来たことで、初めても学校の行き帰りも一緒、で学校が終わった後もすごくいっぱいいろんなおしゃべりをして、お互いのそういう感じてることとか思ってることとかをもう話して、なんか初めて自分にとって親友ができたなっていう時期がありましたね。そうなんですって。でまた自分がその転校した先にその子が遊びに来てくれたりして すごく嬉しかったこともあるそうですよ。その時にその、登校拒否っていうのは、実は私が今度転校生になって、札幌から仙台っていう土地柄に行って登校拒否をしてしまって、3ヶ月ぐらい本当に親に大変辛い思いをさせてしまった。でその3ヶ月経った春休みに、その友人が札幌からわざわざ遊びに来てくれて、その時にこうもやもやっていうか、もう自分の殻に閉じこもって、もうかなりこう精神的にも危ないとこまで行ってたと思うんですよ。記憶があんまりその3ヶ月間ないんですね。で私はあんまり覚えてないんですけれども、あと何分何時間何分何秒で学校行かなきゃいけないみたいなことを、夜中にカウントダウンしだすらしいんですよね。だいぶ来てますね。だいぶ来てたんですよね。で、そういう、状態もあっても、当然朝になれば具合が悪いっていうは、行っても帰ってきちゃったりとかしてたんで、でもそういう、自分でも自分をコントロールできない3ヶ月間があったところに、友人が仙台に遊びに来てくれて、そこでふっと正気に戻った瞬間って覚えてるんですよね。で
そのふっと初期に戻って楽しい、まあ、3日間を過ごして、はい、でその子を空港に送りに行って、彼女がこう遠ざかっていく後ろ姿を見ながら、またあの闇の世界に戻るのかっていう恐怖、うん、なんかそこで初めてなんだかね、自分っていうものを変えないとなんか、うん、先には進まないんだみたいなこと、ひょっとしたらそこでもうかなり痛い思いをして、そうですね、気がついた気がします、はい、あんまりね、あの人に話したこともないかもしれないようなちょっと少女時代の話ですけど、うん、今あの私の周り実はそういうこう今クリエイティブなお仕事してる人で、うん、学生時代の話を聞くと、うん、あの割とそういうこうなんか結構学校行くのがしんどかった時期を過ごした話をね聞くんですけど、うん、今ちょっとご覧の方で登校拒否も例えばあってもこういうの立派に仕事してますから大人だったら大丈夫です、だって大丈夫ですよ、うん、いやだから挫折は喜んでしろとは言わないけれども、うんうん、挫折してること自体に落ち込まないでほしいなって、あ、うんうんうん、あのそりゃ辛いし、うん、もう闇の中、うん、で自分自身が一番悪いっていうのも分かってるんですよね、うん、どこかね、でそれをどうにもコントロールできないっていう時期があって、でもちゃんとそう思い続けてさえいれば、うんうん、半歩でも戻っても2歩進むとか、うんうん、また3歩下がるかもしれないけど、まあでも前向いてるとかね、うんうん、でも若い人はね今、うんうん、大変だと思いますね。そうなんですよ。でまた何ていうかな、あの回り道ってできない場所ってあるじゃないですか。どうしてもそこで立ち止まって自分で前に進むしかない場所って、うん、道ってあるじゃないですか、うんうん、それは後になってからね、あそこはもう必要な時間だったって思えることってみんなあると思うんですよ。いくつか身に覚えることあると思うんですけど、それその真っ只中ではなかなかあのガラスのハードルで乗り越えるのってとっても大変で、やっぱりそこでこうあのなんかな、親とか先生以外の大人の存在とか、あと友達の一言とか大好きな先輩との出会いとか、いろんなものにやっぱり助けられて、そこはやっぱりそのあの同級生のお友達だったのかなって思いながら聞いてました、うん、そうですね、うん、やっぱりすがりつくっていう瞬間ってあるように思うんですよね、うん、だそういう気持ちは本当にあの、うんうん、恥ずかしいと思ったり、うん、妥協とかね、うんうん、自分を曲げてとか、こうそういう時に限ってネガティブな気持ちの方にこう、 うまく当てはめようとまたしてしまうんですけれども、まあ、私に関して言うとやっぱりそのあ自分を変えなきゃ思いと、まあ、当たり前なんですけど思い通りにはならないということをそこで自覚をして、はい、うんうん、その、まあ、中学校3年生の1学期あの迎えた時に、今度自分からその転校生としてもう登校拒否してた時って自分から挨拶もしなかったのね。うん、きっと周りの子はおはようって言ってくれてたのに自分から挨拶もしなかった。そこまで完全に閉じこもってしまっていたんですけども、うんうん、その時からもう戻りたくないっていう意識があったので、うんうん、自分からおはようおはようおはようって言って歩く、うんうん、そうするとそれまでうわ喋らなかった元子さんが喋ったみたいな、周りが驚く顔もなんとなく覚えてるんですけれども、でもそれからの3年生の1年間、本当に楽しかったですね。よかったね、うん、そうそれが今のこの物事をなんだろう、うん、なんか自分が知ったことは他人に伝えたいと思う、うん、そういう恥ずかしいところも苦しいところも含めてなんですけれども、うん、だから意外とそういう、うん、そこが出発点になってるような気がしますね。今から想像つかないようなお話がいっぱい出てきましたけれどいやでも私っていうね人となりますしないとあれですけれども、いよいよ社会人になってからの話に行きたいと思います。3つ目のキーワードです。